書庫ですね。ここにある本を、はい、ちょっと本棚にしまうために、はい、本棚をちょっともらいに引き取りに行きましょう。はい、はい、ちょっと簡単にちょっと取らせてもらっていいですか。案内してもらっていいですか。ここ初めてと入るの。めちゃくちゃ本がありますね。越してきたままの姿で、ね、ここをすっきりさせて、はい、まあ下とつながるように、シェアなんか。この民泊構想ではここが一応民泊部屋に、そうだね、ってことですよね。お客さん部屋 でここでトイレもあって風呂もある、うん、あこれかどうしたんですか。これもらった。こういうものがいっぱいあって、はい、古い家でさ。あ、そうなんですか、うん、これ出店で使えるじゃないですか。使えるよ。出店か、日常で使える。ああ、あの火で虫が炊ける、はい、ああ、もうお宝だらけなんだ。俺もんと欲望を抑えながら、はい、最終なんだ。はい、ステリッチもなんだけど、もう俺からすれば宝の山じゃん。宝の山だね。ここに、はい、あの立つと消化不良を起こすから落とすんだけど、今取っとかないと取られちゃうから、すいません、ありがとうございます。いえ、もうどんどん。これなんすか。樽だって。めちゃくちゃ貴重じゃないですかこれ。何使うんですかでもこれ。何に使うんですか。いろいろ使えるでしょこれ。棺桶にもなるし。これは棺桶だって。棺桶。棺桶。なんか死体を埋めるんですか。これが入る。あ、死後のための棺桶。死後の、うん、これはだから今は運べないけど。ああ、これでどうするんですかこれ。あの2階の部屋のジム机に。あ、民泊用のジムですね、うん、まあいろいろ漫画描いたりとか。ああ、いいですね。こう手作りのしっかりした昔の、はい、もう出ないよこういう家具は。新品は、はい、持ってけるもん持ってちゃおう。はい、これは何に使うんですか。いや、なんかいろいろ使えるよこれ。でこれ、じゃあ、あの樽もキープしてもらった方がいいんじゃないですか。うん、これすごいですね。これいいじゃないですか。いや、でも、うん、中いっぱいあるんです。これ入っちゃっていいですか。どうぞ。失礼します。こういうものが、おお、まあ、欲しいんだけど、まあ、はい、皿はさ、おお、
古いもの。すごいですね。すごいんだって。ここで連泊やったら最高っすね。まあ。この人が。これをちょっとキープした。はい、あ、これがもう石川さんがキープした。うん。なんか山下清の絵とかさ。これ山下清ですか。うん。いいバイブレーション出てる。熊の疑問とかさ、いいっしょこれ。こんな味のある熊のさ、これめっちゃいいじゃないですか。めちゃめちゃいいんだよ。小熊さんと。ああいいじゃないですか。味がある。2匹あるといいっすもん。うん。親子で。これをタダでいただいていくんですか。うん、今はい、オーナーさんなんだけどさ、はい、まあ、彼はこういうものを一掃して、はい、まあ。ピシッとやりたいみたいです。あ、そうなんですか。うん、一声かけた方がいいんですけど。いや、まあ、もういいんですよ。勝手にやってってってことだ。あ、そうなんですか。だから向こうの、はい、受け入れ側の、はい、あそこの場所をスペース空けないといけないんで。あ、石川さんの家の、うん。それをちょっと今日。はい。あ、すみません、ありがとうございます。いいですか。こんなとこ住みたいですよ、こんな。すごい家じゃないですか、この景色。500万ぐらいで買えるんだよ、ここ。あの、土地、バス、まあ、周りついて。めっちゃおのうちじゃないですか、うん、それはなんですか。毛布。毛布ももらうんですか。もらう。あ、民泊のお客さん。勝負があるからあれ全部キープした。あ、これも全部石川さんですか。あの、俺んちの信号一掃するから、はい、自分が使っとるやつよりもいいもんで。あ、石川さん自身が使うやつ、うん、これが石川さんが言ってた全ては広いもので賄えるし、そうそう、あの回ってくるもので、回ってくるもので巡り巡って俺のところに、あの引き寄せの法則でしたっけ。引き寄せの法則だね。これさえあればだよ。 Kさんとか泊まってこれもらえるんですよ、うん、名古屋の友達、うん、大量っすね。あんまり欲張んない方がいいです、うん、今のうちに欲望の物欲に火がついてますけどね。タッパーウィローとかタッパーは100均で買えるんじゃないですか。いやいや、だからこういう古いタッパーないのよ。あ、古いいや、そういうのが丈夫さが違うよ。やっぱり石川さんこだわりなんですね。いやいや、全然使いやすいもん、はい、結構すんのよ。これはね、はいはい、安くなんないやつなのよ。あ、そうなんですか。うん、あ、じゃあ100均で売ってるタッパーとは全然違うんですか。もう100均なんで、すぐダメになっちゃうじゃん。ああ。これら、ちょっと違う。はい、この石は何ですか。ん、表先じゃないですか、これ。これいいね。本当に俺にちょっと足りないもん。これは美玉。 あ、どうも奈良くんにちょっと電話して、うん、手伝ってもらおうかなと思ったんだけど、うん、なんか山下画伯の絵もらってます。もらった、うん、え、あの額に入ったんですね。 あの画集のやつの一部だよ。 あれをね、うん、
さあ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 、あ、後ろは OK。 わーい、わーい、わーい。じゃあこのまま、あ、上まで上がって、上がっていったから、はい、次、はい。また起きたな。スピアタイヤ積んでないですか？積んでる。やろう。スピアタイヤあるんですか？ある。ジャッキとかあるんですか？ジャッキと思う。ちょっと下ろさなあかんのだけど。マジかよ、マジかよ。向こうにとりあえず一旦移動した方がいいんですね。なんか、いいもんもらっても、これで調教しなっちゃったな。あ、もうす、え、これこそじゃないですか。うん、竹山通してる。あ、通しました。あ、ジャッキあるね。さすがトヨタ。おお、新品のいいやつじゃないですか。こっちの方がいいタイヤだね。これサブタイヤです。スペア一時的に多分。うん、また2万円のスペースね、じゃん。まあこれでずっと走りゃいいんじゃないですか。そうね、しばらく、しばらくっていうか、うん、いやもういや帰るよ、帰る帰る、うん、それぐらいはなんとか。安いとこ探せば1万ちょいあると思うんですけどね。1万5000円で行けてもらったけど、うん、はい、しかし本当に裸にすると なんでこういうことになるんだ。アクシデントの、アクシデントのアクシデントを呼ぶ男。走行距離17,000。高でもらったんです。そう、めちゃくちゃいい友達じゃないですか。めちゃくちゃいい友達。あ、車検代だけは自分で払ってって感じですか。そうそう、車検切れるからって言って、はい、廃車にするっつうのね。あ、いらねえから石川、はい、いるって聞かれて、はい、迷ったんだけど、はい、まあで見せてもらったらもう気に入っちゃってさ。なんかもう物で溢れ返ってる感じですね。物で溢れ返ってるの。やばい。全部引き寄せの法則で集まったもんで。引き寄せすぎとるわ。大友克洋のね、はいはい、ドームっていう、はい、あれの超能力のじいさんの部屋が、はい、物で溢れとかれとんだけどさ、はい、思い出すもんね。これは何ですか。ん？これ、これ、これ、はい、ご飯炊く、あの3升ぐらい炊けるんです。おお、なんかもう物を全部ただ向こうに押し込んでるだけって感じですね。だってあの今日積んできたのここに、はい、一旦置いて、まあ、こいつらは、はい、おいおいおい、まあ処分しなきゃいけないのが
増えたな、これで。あ、古いものから処分して、今日そうそのもう入れ替えみたいな。うん、いよいよ。こんな広いんだもんだって、本当は。片付けるのもってこれすごい広いじゃないですか。すごい広いよ、本当に。これは K さん書いてあったよね。あ、K さん色これもあるんですね。色これすごいよ、すごい上手。下のにもすごいですね、ものが。もうマックスだよ、エントロピー。エントロピー、うん、どういう、日本語でなんて言うんですか。なんて言うんだろうね。まあ一つのこう、エントロピー最大になるとまた下がるっていうね。はい。あ、これ下がるんですか。いや、これが今もう、はい、マックスにのもうカオスの状態だから、はい、それがマックスになったから、はい、ちょっとここに秩序が加わるのかなと。でも処分しないと。処分しないとな。引き寄せの法則がありすぎるんじゃないですか。ありすぎる。捨てないしな、なんか僕、はい、使えるもの。熊はどこかっすね。ここやねんかな、私。ああ、いいっすね。よいしょ。おお、ちょうど収まりましたね。あ、根性どうします。最優先なことだな、玄関きれいにするとかってのは。まああの気持ちが一新しますよね。うん、こういう使わねえもん置いとくとそれはまあな、よどむわな、空気が。はい、今日の何煮物。古いんだこれ、古いよね。大丈夫ですね。1万円ぐらいする、いい枕さ。いや、いいやつでしょ、うん、あの、枕いいやつにするとめちゃくちゃよく寝れますよね。うん、これ座布団で寝てるからね。で、これだったらもうめちゃくちゃよく寝れますよ。こう、火を焚きながら。あー、いいっすね。勝ち組、勝ち組